はい、どうもちゃー、セレオシグです。本日の動画はキュリオスですね。このキャラね、俺めちゃくちゃ大好きで、まあそのキャラが好きっていうよりはなんかこう、キャラコンセプトが好きで、前作から結構乗ってたんですよね。このずーっと相手の真上をプーンって飛びながら、ブリブリブリってするのがすごく好きだったんですけど、今作ね、そんなキュリオスがめっちゃ強くなったっていうか、すごいね、個人的にね、このキャンセルルートついていいんすかってついたのが一つありまして、まあ結構みんなね、知ってると思うんですけど、このキャラね、変形ミサイルから変形ミサイルのキャンセルが追加されたんですよ。前作まではね、このキャンセルじゃなかった分、まあそのミサイル3連射するまでの時間が長くて、もう3連射した頃には変形オバヒーみたいな感じだったんですけど、今作からね、この変形ミサイルのね、連射がついたおかげで、まあその変形中にね、余裕を持って3連射できて、なおかつ明る保存で、まあ相手の真上を取りながらミサイルをこうやってうざったらしくずーっと巻き続けることができるようになったんですよ。これはね、革命でございます。はい、まあ、みんなからするとね、ステップ踏めばよくないですかみたいな、思うかもしんないんですけど、いや、あのね、ステップ踏ませるっていうだけでもね、低コストとしては十分にお仕事してると思うんですよ。てかね、前作と違って明る保存で真上から撃てる分、ステップ絶対に踏まないとほぼ避けれないんですよね、今のこの変形ミサイル。っていうぐらいね、めちゃくちゃ強くなったなと、あとこんな感じで、オバヒヤガキで変形ミサイル3連射で対空時間が増えたりとね、かなり使いやすくなりました。ということでね、今回キュリオス布教動画になります。まあ、このキャラ流行ったら流行ったら俺多分ストレスで倒れると思うんだけど、あのね、魅力を知ってほしい。このキャラのこのね、相手の前上をずーっとね、パーンって飛びながら、こうやってオバヒでまたミサイル変形とかくみたいな感じで、こうね、ヒットアンダーウェイを繰り返すクソうざったいキャラとしてね、今作かなりね、期待してるんで僕。はい、皆さんも研究してみてください。じゃあ、ね、早々実況していきましょう。対戦相手がターン A と V ガンの編成ですね。さあ上取りながらブリ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 ーっとやって当たらないかなーって感じで、当たんなかったらね、保険のアメキャンついてるんですけど、まあ、前作から同様ね、このキャラ振り向きアメキャンっていうのがね、まあ、もう本当に強いんで、まあ、ここら辺でね、ヒットアンダーウェイをしていくって感じですね。さあここら辺1回無視されてるんで、ちょっと自己主張したいですね。ちなみにキュリオスの弱点は無視されることです。無視された時の対策は振ることですね。はい。さあミサイルブリブリしながら V ガン追いかけ回してミサイルが引っかかりましたね。さあ引っかかってね、まあ、相変わらず追撃とか入れにくかったり、まあそもそもダウンまで持っていきにくいってのはあるんだけど、まあ協力うざったいしいいでしょう。さあ上といながら再びブリブリして、あとねもう一つの強みなんですけど、変形ミサイルをね打ち切るまでの時間が早くなったから、コンテナをね狙って当てるっていう場面も珍しくないですね。はい、こんな感じですぐコンテナの切り離し出せるんで、ここら辺もう一つね今作の強化かなと思います。さあオーバーヒートを再び CS サブであがきながらオーバーヒートで相手を詰めていく。さあ V ガンを壁際まで押し寄せつつミサイル垂れ流しながらミサイル当たって突角の追撃入らず。ちなみに変更点として今作ね、前作までの前派生の、コマンドが横突角で出せるようになりました。これはありがたいっすね。はい、といった感じの1試合目でした。前作まではね、メインから突っかけて追撃を入れようとすると、突っかけは射撃バリア格闘という都合上発生が遅く設定されてるんで、追撃がね入らなかったりしたんですけど、今作はねこっちの打ち上げのおかげで結構ね入れやすいですね。じゃあ2試合目いきましょう。はい、じゃあ残りの変更点なんですけど、まず耐久が20上昇、まあここら辺は共通ですね。で続いて変形メインから連動でミサイルが出るようになりました。聞こえはいいんだけど、なんかね変形メインが連射で10発ぐらい撃ってからミサイルが1、2個ププって出るだけなんでまあそんなにいらないかなこれは。はい、っていう感じですね。であとはこれは自信ないんだけど、 CS のこの急速変形から変形格闘のキャンセルがあるっぽいですね。はい、っていう感じかな。まあ、何が言いたいかって、とにかくこのミサイルのこの当たり方、今いい当たり方してますね、このね。キョロケ、ああ、終わった、またキョロケ、またキョロケ、もううぜえな、いつダウンすんだよ、みたいな。で、最終的にダウンしない、みたいなね。このね、当たり方してる時は一番性を実感しますね。じゃあ2試合目見ていきましょう。対戦相手がサンドロックとリボの編成ですね。今のところね、さっさとオバヒヤガキ入ればよかったんですけど、アシストに当たっちゃいましたね。このキャラのね、前々からきついところで、まあ、急速変形解除がないんで、誘導切り袋はついてないから、アリオスは今作もらったらしいんですけど、キリオスにはないんで、あの手の誘導がすごい強いアシストだったりとか、あとは環境にいるね、バンシーの前特化だったりされると、まあ、一瞬でね、粉々にされるんです。これは気をつけてください。さあといった感じで再び変形ミサイルが、今のもいい当たり方しましたね。帰ってきましたねミサイルが。まあダウンは取れないんですが、さあサンドロックとお見合いしながら、そろそろパワー負けしそうなんで、一回リボの方飛んでこうやってねミサイルでちゃちゃ入れしてあげると
いやこのキャラね、あとね、すごくお手軽なのもいいですね。なんかこう、変形メインで偏差値狙うとかいう、そういうね、難しい技術いらないんで、もうこうやってね、適当に変形ミサイル3連射すれば勝手に当たるんで、まあ、かなりね、変形キャラとしても入門なのかなと思います。さあ、ここも一回オーバーヒーター楽器でアメキャンのところを相方にカバーしてもらって、耐久値もまだ残ってる状況ですね。さあ、ここ、いろいろ危ないが、オーバーヒーター楽器に移行して、まあ、なんかいろいろなんかなったでしょう。さあ、覚醒は止まってる状況ですね。ガバガバ。さあ、ここで、変形、急速変形で移動してから2回やってから近寄ってサンダロック落としつつ、リボの方にもコンボを入れていくと。ここら辺はやっぱアリオスにはない強みですね。急速変形で一気に近寄って強い格闘を振っていくと。このキャラ格闘ね結構強いんで、まあ、ここら辺も振っていっていいのかなと思います。さあ、ここの着々一回アメキャンでずらしつつ変形で再び高飛びに入ったところで相方が落としてくれて試合終了ですね。はい、といった感じの2試合目でした。どう？楽しそうじゃないですか。キリオスかなり個人的に本当に使った中だとかなりもう本当に1位2位を争うレベルでこのキャラ楽しいんですよね。じゃあ3試合目いきましょう。はい、まあここまではね、キュリオスの魅力とかお伝えしたんですけど、まあこのキャラもね、苦手キャラが当然結構いて、まあ変形の誘導切りがあったらね、割と苦手キャラほぼいないっていう感じなんですけど、誘導切りがついてないせいで、対戦相手のこのエピオンとかそこら辺にね、すこぶる弱いっすね。てかこう、不破格を持ってる相手にかなり弱くて、こう上取って、ぐにゃぐにゃぐにゃってミサイル撃ちたいのに、いきなり前角で叩き落とされたりとか、プロビのエネト格もそうかな。まあ、あんな感じで不破格持ってる相手はね、あんま真上取りすぎてやられるんで。はい、出たんで、じゃあ3試合見ていきましょう。対戦相手がプロビとエピオンの編成ですね。さあ、変形でぐにゃぐにゃやってたらエピオンが飛んできたんで、ここは一回相方に見てもらいつつ、再び距離を取ってって感じですね。エピオン相手はね、ちょっと上取れないのが少しきついですね。さあ、ここは一回相方のカバーに入るとやつ、合図一回アメキャンとかで相方のカバーしつつ、一回一人になったプロビをここは二人で狙っていきたいですね。さあ、変形ミサイルあたり、ぐにゃぐにゃしながら、ここで相方が覚醒入ったんで、ちょっと一緒にラインを詰めてあげましょうと思ったんだけど、エピオンが覚醒入った。さあ、こっちに詰まってきて、ここでコンテナ自爆が当たっていく。再び、ここで壁際でコンテナを当てていくと。こんな感じでね、変形ミサイルのね、段数切らすまでが早くなったんで、連鎖のおかげで。こんな感じで、本当にね、狙ってコンテナ当てることができます。はい、これはね、ちゃんと覚えておきましょう。さあ、ここのコンテナはさすがに読まれていたか。一回ここは、攻めるんかいと思ったらやられてしまいましたね。さあ、結構痛いコンボもらって、覚醒中にお仕事できなかったのはちょっと悔しいですね。さあ、一回、変形とかで移動しつつ、ビルゴが邪魔なんですけどね、ビルゴのね、射角外っていうか、ビルゴの守る範囲外からね、このキャラにミサイル撃てるんで、要は真上から。あれはね、意味ないんすよね。まあ、その後の次のメインが全部防がれるんですけど。さあ、エピオンを一回ダブロで減らしつつ、ここはオバヒアガキで一回距離を取っていく。オバヒトガキ本当に簡単なんでね、皆さん本当に乗ってみてください。マジでね、超お手軽です。なんかアリオスとかのね、キャンセルルートとか、めんどくさいね、世界印とかしなくていいんで。一応アリオスもあれか、今作ミサイルついてるから関係ないのか、悲しいね。さあ、といった感じでプロビの最強モードにボコボコにされながら、ちょっと一回に、いや、ここは落ちていきたいですね。相方やばいんで。さあ、相方はかなりやばい状況、助けに行きたいなーっていう感じですけど、プロビがうまく止めに来たか。さあ、こちら一回変形とかで寄ったんですけど、相方が真っ二つにされて試合終了っすね。はい、っていった感じの3試合目でした。ああやってね、無視されるとね、キリオス結構きつかったりするんですよね。一応こう変形格闘とかで自己主張できるんですけど。じゃあ本日ラスト見ていきましょう。いやー、それにしてもね、この機体がちゃんとこう強化されたの嬉しく思いますね。なんかすごいね、もう忘れ去られてそうなイメージがあったんで、キリオスって。乗ってる人もかなり少ないじゃないですか。だからね、強化なんて来ないだろうなーと思ったんだけど、ちゃんと強化来てね、嬉しかったです。じゃあラスト見ていきましょう。対戦相手がフルクロとサンドロックの編成ですね。さあ、下サブとかを多めに相方の方に飛ばして、了解方に襲われてる、バンシーノルンはね、助けつつ、マックルサンドロックを見ていきましょう。さあ、一回ここはフルクロスに横とかが当てていて、こんな感じでかなり伸びがいいんでね、すごく本当に便利なね、格闘をもらいましたね。あ、ちなみに一応変更点として前派生が消えてんのかな。この前派生を直接出せるようになった、代わりに前派生自体は消えてるよってあれなんで注意しておいてください。さあ、ここで一回アシストバーチェの方を使って、ナドレに変更して、で、フルクロのダウン取りつつ、一回来るフルクロはね、上空でね、見守ってあげましょう。さあ、高飛びしながら、ここもね、オーバーヒートアガキ変形ミサイル3回から、再びオーバーヒアガキと。さあ、このオーバーヒアガキね、してて気づいたんですけど、あれ、俺にアラート向いてなくねっていう感じで着地したら、見られてなかったと。はい、こんな感じでかなり無視される機体ですね。
さあ一回フルクロスの生地どうにかして減らしていきたいか、一回ガードして。さあここから CS から変形格闘が出るんでね、これ覚えといてください。これ非常に強いキャンセルっすね。これ多分今作からだと思うんだよな、前作出なかったイメージがある。さあといった感じで相方が一回襲われて、了解捕獲者がこっちに来ると思ったんで、こっちは一回高飛びしてっていう感じですね。このキャラの高飛び本当にお手軽だから好きですね。さあそして一回、見られてないんで、ここはサンドロックの方行っていきましょう。さあオーバーヒート書き、ここは一回取られてしまったか。さあだから当たり操作結構できてる方なんで、もうちょいなんかやんちゃしても良さそうですね。さあコンテナ今の結構いい位置に落としたと思ったんですが、これは当たらず、再び距離を詰めながら変形 CS 格闘と。変形格闘ねかなり強いんで振ってっていいと思います。さあといった感じで一回ここは相方と一緒にサンドロック見てあげて、ブリブリ変形ミサイルで相方とね連携して取っていくと。さあここで一度覚醒を吐いて、これはどう使うのか。さあサンドロックの方に自己主張していくんですけど、これは神業覚醒中に暴れることはできなかったが、相方がね動かしたとこ取ってくれたって感じですね。はいといった感じでキリオスでした。どう、かなり楽しそうでしょ。皆さんもねぜひ乗ってみてください。人口が増えないってこういうキャラ修正来ねえんだわ。はいといった感じで次回に行きましょう。情報お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、キリオス視点。これは、まあ、単に俺の趣味の動画ですね。うん、なんかいつもな、こう、みんなが見たいキャラとか、こう、ね、人気のあるキャラだったりね、再生数伸びるキャラっての上げるんだけど、キリオスってね、別に再生数とか全然伸びないんだけど、個人的に乗ってて楽しいからね、今回ね、動画撮ってみました。まあ、なんでね、ね、数少ないね、見てくれた選ばれし量子グリスナーの皆様ね、この動画でキリオスの動画を学んで使ってみてください。はい、といった感じで、じゃあ、ね、ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。